そう、聞いたと思うな。黒と太郎とかやったらいけるよね。最近オスにもコソコロとするんです。彼女なりに成長しているといいます。ただ恋愛の可能性を示す一方、こうも話しました。ハウス作品を作る上で人間のアーティストとの違いは、ハーティストっていうの想像の過程で、ネットとは人間が作ったプログラムなどに依存すると書いてある。エイドのプロジェクト責任者は、